過去去最高齢の被爆者代表が死去長崎の岡信子さん長崎原爆で負傷者らの救護活動に当たり今年8月、長崎市の平和記念式典で過去最高齢の被爆者代表として平和への誓いを読み上げた岡信子さんが4日午,後午前8時42分に肺がんのため長崎市の病院で死去した93歳、長崎市出身。 関係者のみでお別れを済ませると16歳で看護学生だった1945年8月19日午前11時2分長崎市の爆心地から約1 8キロの自宅で被爆怪我を負い父の行方もわからない中で市内最大の救護所となった新興前国民学校で被爆者の救護に当たったと 数年前から若い世代の人々に原爆の悲惨さを証言する活動を続けてきたということですねえご自身が被爆して、えー、お父様の行方がわからない中で看護師医療者精神というか看護学生でね、えー、それでも救護に被爆者の救護に当たったっていうのはね素晴らしい、えー、方ですよね。でそのの後ははやはりこの 原爆の悲惨さという証言も活動されてきたということで、えー、今年二2021年、戦後、えー、76年になるということですかね、えー、戦後76年となれば、えー、戦争、原爆の、えー、体験者が亡く,なれること亡くなられていくことはもう避けがたいと、えー、自,分自分の体験を通しての、えー、戦争の愚かさだとか悲惨さというのは、 えー、この、えー、岡さん岡信子さんもそうですけども人々に、ね、悲惨さを人々に教えてくれたのだと思いますとても貴重なお話だと思います、えー、当時のことを知る人が、えー、徐々に少なくなってきて当時の経験に関する、えー、生きた感覚っていうのが徐々に、えー、風化していくことは、えー、避けられるものではないですけども,もう根本的な 考えで戦争をしないといいととう選択肢はずっと持っ持ていきたいですよね、えー、戦,争戦争の悲惨さを後世に伝えていただき、ね、本当にありがとうございましたということで、えー、戦争の際、お父様のご意、えー、行方が分からなかったということなんですけども、えー、岡信子さん、えー、ご両親とね今ごろ再会できてるんでしょうかね。 えー、岡信子さんのご冥福をお祈りしますということで、えー、本日のニュースためになったって方はチャンネル登録高評価をお願いいたしますでは次のニュースお会いしましょうそれではさようなら